皆様こんにちは、ゆめのです。今日はですね、少し今年に経って時間が経ってしまったんですが、2021年の、私なりのベストコスメを、紹介していこうと思います。それでは始めていきます。そうですね、2021年に出会ったものが多いです。はい。でまずベースからなんですが、まずこれですね。もう何度も紹介しているんですが、クリアラストのハイカバーリキッドの明るい方のお色ですね、ライトオークルになります。こちらはお化粧の下地になっていて、日焼け止め効果も、結構あって、 SPF40 の PA++++ なので、日焼け止め効果もあるし、カバー力がかなり高いので、本当に多分クマとかニキビ跡とかがない方はこれだけでかなり綺麗に仕上がると思います。これ去年出会って本当にすごくよくって、これが3本目になります。多分これなくなってもまたこれを使うかなというぐらい本当にいいので、これはおすすめです。少し暗めのカラーもあるみたいですが、私は明るい方を使っています。これがまず1つ目。で次もベースなんですが、私はこのクマがかなりひどいのでちょっとボロボロなんですけど、こちらのですね、これが、ザーセムのチップコンシーラーで、お色は 1.25 のライトベージュ、これもちょっと明るいカラーを使ってます。これはもう多分4本目くらいかなというぐらいすごく使っていて、カバー力がすごくあるんですけど、乾燥とかもしないですし、ポロポロ落ちちゃうこともないので、これは本当にいいなと思っていて、これは去年より前に買ったかもしれないんですが、本当にいいなと思っていて、多分コンシーラーはもうこれ以外使わないかなっていうぐらいすごくお気に入りで、これもネットで買ってるんですけど、すごくいいです。韓国コスメってすごいなと思った一つです。で、ベースはですね、これとこれで終わりで、私は仕上げはもうベストコスメどころか何でも使ってるんですが、赤ちゃん用のベビーパウダーで仕上げています。それはもうベスト コスメかどうかちょっとわからないので紹介しないんですが、はい。で次が眉ですね、アイブロウ。アイブロウは、ずっとパウダーを使っていたんですが、ふとですね、このアイブロウペンシルのお色がブラウンかな、ブラウンのお色を実は持ってまして、久しぶりに、これほんとギリギリなんですけど、去年の末頃にペンシルでいけるんじゃないかなって思った時期があって、使ってみたら、やっぱり長年のベストセラーであることと、売れ続けてるわけですよね。っていうので、描きやすいし、ぼかしやすいし、すごく使いやすくって、これパウダーより全然描きやすいと思って、私ペンシルって苦手意識があったので時々しか使わなかったんですが、これは本当に発売されてもかなり経つと思うんですけど、私の中ではもう2021年のベストコスメに入りました。私の中でなんですが、パウダーで描くよりもすごく綺麗に描けます。はい、これは本当ベストコスメです。髪の毛黒なんですけど、カラーはライトブラウン、カラーはブラウンを使っています。はい、これ多分200円くらいで買えたかなと思います。すごくいいです。で、アイブロウが終わって、そうですね、アイシャドウなんですが、アイシャドウはちょっと3つあって、まずですね、このセザンヌの、シングルアイシャドウの04番ですね。これ確かクリアラメっていうカラーで、手とか筆に取ってつけたら色は出ないんですが、ラメだけすごくキラキラするもので、これすごく綺麗で、ラメが落ちないので
本当にキラキラがずっと続きますし、これは本当にいいです。これもうちょっとえぐれてきてるんですけど、これは本当に買ってよかったなと思います。これ一つですごく一気に華やかになるので、まあ全然私華やかも何も普段使いしてるんですけど、これはすごくいいです。これも本当ベストコスメです。なくなったらまた買おうと思います。で、今のはですね、これはアイシャドウの仕上げにつけるんですが、すみません順番が逆になったんですが、アイシャドウはこの両方ダイソーなんですが100均のもので、ブルーミングアイカラーパレットのこっちが01番、こっちが02番になります。もうこのアイシャドウはですね、昨年使いまくりました。ちょっと本当にどの色も使えるので、こんな感じでどの色も使いやすいので本当によく使いましたし、で毎日多分毎日何かしらの色を使ってるんですけど、なかなか減りも遅いので本当にいいなと思っていて、これ110円なんですよね。もう1種類か2種類は220円なんですが、110円で9色入っていて、しかも結構いろんなブラウンが入っていたり、2番に関してはこういうちょっと赤っぽい色とかオレンジピンクっぽい色も入っているので、これは本当にいいなと思います。これは間違いなく2021年のベストコスメだなと思っています。はい、アイシャドウこれがあればいらないっていうぐらいいいものです。で、次がアイシャドウの次はマスカラなんですが、ちょっとしばらく何年かマスカラつけなかったんですよね。それがなんか去年マスカラつけた方がちょっと目元もやっぱり年齢とともにたるんできたこともあって、目元をなんとかしたいという気持ちが強くなって、久しぶりに何年かぶりにマスカラをってなった時に、前もやっぱり月で使っていたこのオペラのマイラッシュの漆黒という色なんですが、これがすごくやっぱりいいです。出会ったのは去年じゃないんですが、使い始めて去年久しぶりにやっぱりこれすごいいいと思いました。1000円ちょっとで買えるんですけど、色もすごく深い黒だし、で綺麗に伸びるんですよね。でしかもこれお湯で落ちるので落としやすいんですよ。だけど昼間は全く落ちないので、これはもう私も長年かなりのいろんな会社のいろんなマスカラですよね、いろんなタイプ、水落ちとかウォータープルーフとかですね、使ってきたんですよ。これがやっぱり一番いいです。コスパもいいし落ちやすさもいいし、つけた感じもいいし、これは本当におすすめです。ぜひ買ってみてください。デパコスとかのめちゃくちゃ高いマスカラよりも全然いいです。はい、で、マスカラを紹介したので、次ハイライトなんですが、ハイライトはこのセザンヌのパールグローハイライトの04番のシェルピンクというカラーになります。こちらは去年の秋に出たもので、もともとパールグローハイライトはですね全色使っていて好きだったんですが、この色が出て使ってみたら一番適度な赤みと適度なツヤとっていう感じで、一番自分の肌の色に合うツヤ感を出してくれるので、もうなんか一番最近買ったのに減り方がすごいっていうぐらい毎日使ってます。もちろん他の3色もすごく気に入っていて使ってるんですけど、これは本当に顔色をよく見せてくれるんですよね。多分ちょっとピンクだからかなと思うんですが、02番もちょっと赤みはあるんですけど、それよりは私はこっちがすごく顔色をよく見せてくれるので、結構私体調とか精神状態が目元とか頬に出ちゃうので、それを隠すのにもすごく役に立ってくれて、これはハイライトの中では一番でした。2021年の秋に買ったんですけど、使った回数はかなり多かったので、ハイライトはこれがベストコスメになります。で、チークですね。
チークはこちらなんですけど、ちょっと汚れてる、こちらなんですけど、エルフのチークになります。はい、これはこのこういうやつですね。買ったのは最近ではないんですが、チークを集めるのが私すごく好きだったので、ドレッサーを処分する前に多分チークが30個以上あったんですね。その中で使っているものは手放したくないし、好きなので手放したくないという中で、残ったものの一つなんですが、なんだかんだ結局これを、去年もたくさん使いました。まずすごく発色がいいのと、私自分の肌がブルーベースとかイエローベースとかを調べたことがないんですが、やっぱりさっきも言ったように体調が悪い時に顔が青いので、こういうパッキリと発色してくれる、こういうパッキリ発色してくれるカラーのチークって日本のものだとなかなかないので、これは本当に昨年よく使いました。というかもうエルフのチークはもう他にあと2つある3つあるんですが、基本的に全部使うんですが、一番使ったのがこのカラーになりました。こちらはですね、エルフのチークのライトの方になります。で、最後ですね、最後はリップになります。リップは昨年、これも昨年の秋か冬に買ったかと思うんですが、しばらくマスクだったこともあってリップをつけてなかったんですが、ちょっとお昼休憩にですね、あまりの顔色の悪さに心配をされることが多かったので買って、私はこのセザンヌのウォーターティントリップの7番を使っています。確か新色なんですが、これがこんな感じのカラーで、ちょっと濃いレッドという感じの色です。これティントタイプというだけあって、結構しっかり色が持ちます。660円ですごく安いんですが、色持ちがすごくいいので、朝、そうですね、朝ごはんとか食べていろいろ終わって、その後に塗って、マスクをして仕事に行って昼落ちていないのと、マスクにもつかないので、これは本当にいいなと思います。07番を持っているんですが、普通の赤、レッドもあるみたいなので、そっちもちょっと買ってみたいなと思うくらい、これはすごく使い心地がいいです。はい、セザンヌのものって本当にすごくいいものが多いなと思います。はい、そんな感じでですね、私の、2021年、昨年のですね、ベストコスメの、発表をしてみました。昔に比べたらですね、だいぶお化粧品の量が減ったので、本当に愛してやまないベストコスメというものがすごく明確に見つかるようになったなと思いました。はい、そんな感じで今日の動画はこの辺りで終わりにしようかと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。この動画が少しでもいいなと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。